どもどもこじまきと愉快な仲間たちです。わー、今回は第2回氷上のデスマッチ開催します。イエーイ。ルールはアイススケートリンクで最後まで生き残った人の勝ちになります。場外に出たらそこで失格。食べ物はおのおの好きなもので OK です。そういった勝負になりますのでね、ぜひどの食べ物が勝つか皆さん予想してみてください。こじまちに勝ってほしいという方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。それでは早速バトル行きましょう。では皆さん準備はいいですか？このチャットが消えたらスタートになります。さあ行きますよ。ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥン、消えた。よし、スタート。ティ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 ーン。さあ、小島ちゃんマシュマロで言っております。マシュマロはさ、足も遅いしジャンプ力も低いからあんま飛ばないかなということで選びました。おっと、チョコレート、これは当たらないのでは。チョコ下の方に行っちゃう。にゃーっと体当たりますが、どう、ピーナッツにぶつかっていく。やばい、あんまね、ぶつかってるとさ飛んでいくんだ。あ、チョコとアップルパイ場外に行っておりますそう、入り口から今出ちゃいましたね。早い。さあ残りの食べ物たち、ん、ナンバちゃんの氷あそこにいるな。ちょっと氷からやろうぜ。あれ、氷外出てる。2人ともな、何、名前出そう。え、アミサちゃんとナンバちゃん出ちゃったの優勝候補の氷が。え、意外な食べ物が残りましたね。残り4人でございます。柏餅結構強いな、飛ばね。うわぁ、ちょ、ピーナッツが弱いか。いけ、あ、おぉ、当たんね。ちっちゃいと当たりづらいか。おし、うん、マスカット、あ、惜しい。マスカット今場外出そうだったのにミスったミスったか。あんまね、これちっちゃいとさ透けてか外行ったりするか。お、あ、柏餅外出ました。今マスカットはるかちゃん飛ばしましたね。あれ、前回の優勝者ってはるかちゃんだったっけ、もしかして。よいしょ、いけ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 。うわー、マシュマロだ。おーっと、かわされた。さあ、うまく体当たりできるでしょうか。いけー、おい、おーっと、あんま飛ばんね。さあ、マシュマロ優雅に踊っております。ピーナッツとかも強いね。形的にさ、小さい方がやっぱ強いんかな。あ、マスカット、あそこにいる。よし、あ、外した外してしまった。よし、いけ。うわーっと、弱っ弱っ君、俺の企画ははるかちゃん優勝してる。だよね、はるかちゃん強いもんね。ほら、あれ、ピーナッツ外出た。お、はるかちゃんと1対1バグった。あれ、動かない。あれ、なんか刺さってるね、頭。先一応刺さってる、ほんとだ、強さ、先っちょ刺さってんだけど、これ無理、動かに。頑張って押してくれてんだけどね、刺さってますね。よし、これは小島っちを勝ちにしよっかな。これは、はるかちゃん先っぽが場外ということで小島っちの勝ちでよろしいでしょうか先っちょ刺さってんだよ、動かないんだよ、みんなで頑張ってるけど。というわけで、1戦目、小島っちの勝利です。おめでとう。イエーイ。というわけで、今回の氷デスマッチ、小島っちの勝利で終わろうって思ったけど、再試合ね。いいよ。じゃあ、はるかちゃん、戻っておいで。キャラリセするなりして戻っておいで。はーい。じゃあ、とりあえず1回戦は小島っちの勝ちですね。みんな食べ物変えてもいいや。小島っちもなんか変えようかな。マシュマロだとね、相手を全然飛ばせないんだよね。それを考えると飛ばしやすそうなやつにしたいね。あ、これいいのでは。この子にしよう。と、こじまちの好きな食べ物です。かぶってないかな別にかぶってもいいんだけどね。では第2回戦、じゃあまた先と同じでスタートって言ったらいけます。まあ入っとってもいいよでは第2回戦いきたいと思います。ちなみに食べ物は皆さん書いてもらっても大丈夫ですのでね。また刺さったらダメですのでね、刺さらないように気をつけてくださいはい、じゃあチャットが消えたスタートでいきます。
それぞれちょこちょこ変わっておりますね。変わってない方もいます。果たしてどの選択がいいのか。小島ちゃんマシュマロからパンケーキに書いております。パンケーキ好き。さあチャットが消えました。スタートです。しまった、いきなり逆だ。うおー、スイカ、あれ赤ちゃんスイカかな。やばい、危ねえ危ねえ。温泉まんじゅうとチョコと氷が歩いてますね。氷狙おう。だって見えねえもん。お、なんか当たり判定おかしいな、氷。お、ちょっとひっくり返りたい。あれゆずりん。あれゆずりん、それもしかして場外出ちゃった。あ、温泉まんじゅうも場外出ましたね。あぶねえ、小島ちゃんというとこやった。小島ち逆になってからね、変な動きするんだよ。うわ、氷歩けるんか。ギリギリかわされてる。うわーと、え、つけるんですけど氷。え、あいつ当たんねえぞ。おい、みんな氷狙おうぜ。当たんねえあいつ。あ、今いるメンバーだと当たんないんじゃない。あいつ当たり判定死んでるぞ。うわー、当たり判定しんどりやないかい。さっきなんで負けたの、なんばちゃん。それで。なぜ負けたし、それで。え、てか、パンケーキコントロールできない。回るけんか。まっすぐ行かない。え、減った？トコボノは？あ、おったおったおった。見て見て。これ、なんばちゃんのね、当たんねえんだ。これ、八角やないかい。くらえー。あれ、カナネコまたんない。あれ、お、チョコ今透けたでしょ。あ、1対1になりました。パンケーキ VS 氷。これさ、決着つかなくね。だってさ、これナンバちゃん攻撃できないやん。ほら。ここでどうすんの。俺は攻撃してみるよ。口持ちはもう動かねえじゃん。動かねえで、こっち待ってば。ふじふじ。当たるかな。お、当たる当たる、それ当たる判定ある。それだったら勝負できるね。あ、じゃあ氷の部分が一応当たり判定残ってんだ。これで1対1の勝負になりました。1対1になったらそれで戦うのはありだね。多分でかかったらよかったんだろう。みんなね、平べったいやつだったからね、残ってたの。うわぁ。当たり判定広いはずなのに全然当たんね。消えた。これちょこちょこ消えるんだよな。名前表示されなくなる。あれ？あれ？そして外出てね。おぉ、ちょっと待って、なんで外出ちゃったの。透けちゃったんだ。はい。というわけで、場外ということで、小島っちの勝利です。踏むな、踏むな。勝者を踏むんじゃない。わーい。2連勝じゃーん。というわけで、今回の氷デスマッチ、小島っちの2連勝ということで、終了となります。皆さんありがとうございました。さあ、勝者のお帰りです。ただいま。うえぇ。てむてむー。じゃあ最後並んでお別れしてショート動画撮ろう。暇な人だけでやるよ。じゃあみんな集合。プニ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 。はーい。といったところで今回ここまで。みんなどうでしたでしょうか。まさかの小島ちが2連勝ということでね、びっくりした結果になりました。はい、また3回戦行われるのでしょうか。またアップデートはいつ来るんでしょうか。楽しみですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。なやにー。わー。